プラナカンの伝統的なニョニャケバヤケバヤは、ブラウスとワンピースを組み合わせた、インドネシア、マレーシア、ブルネイ、ミャンマー、シンガポール、大南部など、東南アジアの国々の伝統的な女性の衣服である。時折、薄手の素材から作られる。サロンか、バティックや、伝統的な他のカラフルな織物等と一緒に着用する。ケバヤは、インドネシアの民族服となっており、 より正確には、ジャワ人やスンダ族、バリ人のものである。ケバヤは、アラブ地域の衣装がヒントとなっており、アラビアの言葉でアバヤは衣服を意味する。ケバヤの最古の形式は、既存の女性用鍵盤を新たに採用した、イスラム教に合わせて控えめで許容できるように貴族の、女性の胴体を包み調和するための手段とした、ジャワ島のマジャパヒト王国の宮廷に由来する。アチェ王国、リアウ。 ジョホール両国、スマトラ北部ではより洗練された君主が、社会的な地位の表現手段として、ジャワスタイルのケバヤを取り入れた。ケバヤの名称は、特にインドネシアに上陸したポルトガル人によって、特定の衣服の名称として示されている。15世紀から16世紀にかけ、インドネシア人女性によって切られ、ケバヤは、ブラウスタイプのものと結びつけられていった。 1600年から、ジャワ島では王室などの上流階級のみが、毛早を切ることが優先し、塔と場で身分の低い人々の多くは男女とも上半身は裸同然の姿で公然と歩いていた。公益や外交、社会的な相互作用によって、マラッカ、バリ島、ボルネオ、スラワェシ島、スールー王国、ミンダナオ島などゆっくりと自然に、周辺地域に毛早は広がっていった。 今日知られているジャワのケバヤは1817年にトーマス・ラッフルズによって研究されている。あとの数百年間、宗教的な文化変容で、衣類は高度に地域化された民族文化、芸術性、仕立て伝承の表現となった。最古の今日知られるケバヤの写真での証拠は1857年からで、ジャワのペラナカン・ユーラシアンスタイルであった。 典型的な今日知られているジャワのケバヤの構成は1817年にラッフルズが言及したものと変わっていない。面のブラウス、キノトレース、2色カビロードのブラウスが中央の合う部分でブローチによって止められているが、伝統的な毛早全面にボタンがない。3ピースのクロングソングは元になるクロングソングイブと2つのクロングソングアナックで構成されている。 クロングソングのブローチは金や宝石で作られ、上流階級や貴族の社会的地位が示されるが、普通の人々や農夫などは、シンプルでごく普通の毛羽屋で安全ピンで止められている。ブラウスは共通に、半透明で剣弁を着用するか、布をどうに巻く。下はスカートを履くか余裕のある、約3メートルの布地のカインを巻く。 伝統的な毛屋から離れ、ファッションデザイナーは、デザインの改良や、毛屋をよりファッショナブルな衣服にしている。カジュアルなデザインの毛屋は、ジーンズやスカートと同様に着ることができ、結婚式や正式な行事などでも、同様に多くのデザイナーが、他のタイプに広げレースの編まれた、結婚式用の毛屋なども作られている。現代の毛屋は、洋服の留め金やジッパー、 ボタンが取り入れられたほか、中に着用するものもなど、伝統的なものと比べ全体的にかなり簡略化された形式になっている。航空会社などでは、シンガポール航空が女性客室乗務員で広告等でもある、シンガポールガールが着用するユニフォームに、フランス人デザイナーピエール・バルマンがデザインした体の線がより強調された毛羽屋が採用されている。 マレーシア航空の女性客室乗務員の特徴は、バティックケバヤでユニフォームとして採用されている。カルーダインドネシア航空の客室乗務員のユニフォームはより本物に近く、モダンなものと思われ、シンプルにデザインされた19世紀のジャワ貴族の女性に由来するクラシックカルテニスタイルのケバヤである。このケバヤは、耐火性メンポリエステルの生地に、 サロンは、かぐわしい命の輝きを意味するパラング・ゴンディシリーというバティック模様からインスピレーションを得てデザインが施されている。また、ジャスミンをモチーフにした小さなドット柄も施されている。ありがとうございます。